こんにちは、ママです。寝起きです。ちょっとメガネで髪の毛もボサボサでマスクなんですけど、今回はちょっとね、エクステがね、今縛ってるからそんな風に見えないと思うんですけど、すっごいヒョロヒョロで、昨日かに撮った写真があるんですけど、見て後ろ姿、エクステがヒョロヒョロになっちゃったの。取れてきちゃって、ちょっとこのままだとダサいし、頭になんかちょっとエクステずっとつけてるから、最近おできみたいなのできちゃってめっちゃ痛いんで、今日はエクステを取りたいと思います。もういつもエクステ取るとき友達の萌えちんに取ってもらってるんで、電話をかけて呼びたいと思います。どんな反応をするのか、ちょっとエクステ取りたいからみたいな感じで萌えちんに連絡したら来てくれるのかっていうやつ、電話しよう。開けます。もしもし。キモいんだけど。ねえねえ、何してる？今寝てたの。充電1本しかないから早くして。さあ、まずちょっと大変なことが起きてさ、うん、今から家来てほしいんだけど。大変なことって？ちょっとマジやばい。行けばいいの？うん、来てくれる？マジで萌えちゃんに会わないと無理かもしれん。そういう感じね。そう。じゃあ準備したら行くね。やだ、もう準備しなくていいって。あ、じゃあ分かって、もうすっぴんで行くわ。分かった。あ、じゃあね。じゃあね。来てくれるってよ。まあすぐ来ると思いますね、家が近いから。待ちます。萌えちゃんが家着いたみたいな連絡来たんで、じゃあ部屋から入ってきてって言ってるんで待ちたいと思います。どどどどどどど来てる。おはようございます。やっほー。何？カメラ回して何ですか？え、ちょっとめっちゃお願いがあって、エクステ撮ってほしい。手を止めてくれたら無理だ。やだやだ、お願いお願い。じゃ今すごいんだって髪の毛が。見て、このヒョロヒョロ。ヒョロヒョロだから撮るの？そう、あとおできができてさ。何おできって？頭にポツってできてさ、超痛いの、今日朝起きたら。だから今寝起きみたいな。そうそうそう、だからちょっと撮ってほしいなと思って、それを動画にしようかなと思って呼んだんですけど、撮ってくれますかね？うん、やだよ、その。じゃあマジで、前みたいな。じゃあ本当にヒョロヒョロ、こんな時しかない。お願い、もうやってみるのもありだけど。え、周りの撮り方みたいな。うん、じゃあボイチに来たんで撮ってもらいたいと思います。レッツゴー。じゃあ、モイチはマジでエクステ撮るの結構プロなんだよね。毎回モイチに撮ってもらってるんだよね、撮ってる時。モイチか弟かどっちか。お、撮れた、1本目。よし、来た。昨日髪の毛洗ったままさ、乾かさずに寝ちゃったからクルクルなんだよね。やばくない？でもなんかいい感じに巻いてる風に見えるんだよね、エクステ。ウニャウニャになるから。萌えちんにね、ママがネイルしたの。怖いよね、普通に見えてるかな。そう、冬休みだっけ、冬休みだったからスカルプしたの。そう、スカルプまでしたんだよ。スカルプしてジェルで縫い、なんか塗ってみたいな。でも約何時間かかりましたっけ？4時間ぐらい、うんうん、でもそんなもんじゃない、知らんけど。ママのやつどれぐらいなのそれ？でもこれ5時間ぐらい。5時間ぐらい。前なんてみんな聞いてほしいんですけど、ラグーナ一緒に行ってて、ナイトプールね、行ってて、まあ、ナイトプールって写真撮るところとか楽しむところじゃないですか。なのにこの方はナイトプールで髪の毛が邪魔とか言ってきて、撮ってとか言って、今みたいにちゃんと撮ってくれたから。でその時も爪ボロボロになりながら懐かしいね。めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。もうも痛い。痛い。もう痛い。痛い。もうめっちゃつけてるからね、これ。もう1ヶ月以上撮ってるし、なんかいい写真ないかな。でももちもえの顔前の方がいいって言うもんね。うん、メイク少なったじゃん、前のが。目、あ、この時もえちんほらつけもつけてるもん。こっちももで、こっちもえちん。え、絶対この時の目のが可愛いかもね。この時はなんか前髪があってこのメイクだったけど、前髪なしでこのメイク一回やってほしい。絶対可愛いからね。男の子とさ、女の子でさ、可愛いが違うじゃんね。てか、ママエクステありのロングかショートって言うのが好き。ショート。あ、ショートなんだ。ショートなんかはね、お姉さんギャルって感じです。充電ないんだけど、多分切れるよ、もう。
嘘、受験できないの？うん、辛いこと、ここまでしといて受けれてさ、切れましたとか言ってさ、どうなったん？え、どうする？来た意味だからもうパニックになってきて全然ダメ。待って、次元もさ、長くなってきたくね？あ、次元長くなったよ、伸びたもん、切ってない、中途半端な長さやだけどさ。でも一回ショートにした時はちょっと惚れた。いいよいいよ、じゃあなんか雑談でもする？うん、しよう。してたけどずっと恋愛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 か。うん、もう一の恋愛、もうの恋愛は、うん、なんかしてねえな。ここで言うのもあれだけど、うん、他の人と付き合っちゃうと、うん、前の人と比べちゃうんだよね、うん、なんかよくあるあるじゃない、うん、そう、それがあるから今はちょっといらない期間かな。前の財布の中にも思いいたし、恋愛相談のやつも思いもいたよね。って勝手に萌ちゃんが回してたから、財布の時だから今回ももが勝手にカメラ回してみた。ふざけんなよこれ。もっとなんか重大発表でいつも相談しない系の話かなと思ってて急に呼んだから電話できるんじゃないのみたいな、うん、なのになんか来てとか言うじゃん、うんうん、なんかあったんだなと思って、来たらこれかよみたいなそうだよ。ももちんの髪型、萌が TikTok に載せたツートン、ツートン可愛いよね。あれ可愛い、あれな、多分ももちんしか似合わない気がする。めっちゃ褒めるやん。あ、切れた。うそ、ほんと。はい、ちょっと今充電切れちゃって休憩 してたので続きをやってもらいたいと思います。あ、でもあとそうじゃん、今日。いや、マジさ、この動画生活感あふれすぎてんだけど次のネイルはどんな風にするの？ピンクにしようかな、久しぶりに。痛い、マジで痛い絶対音でしょ、その痛さは。 あと2本。あー、あ、これ終わったんじゃない？どう、ちょっと見てみて、いい感じ。どうですか皆さん、ショートの。はい、撮れた。撮れかけたらね、もうマジですっぴんでさ、ショートだと男みたいなんだよね。男感すごい。どんなテープ撮れたか見せてあげてみない？はい。やばいね、この毛の量。カッチカチに固まってるね。この毛が1ヶ月持つんだね。うん、でもこんだけしかないんだよ、ついてた髪の毛。すごいね、エクステの力って。顔も変わるし。今回は、幼馴染の萌ちんにエクステを撮ってもらうっていう企画でした。なんかこんな動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ママと萌えでした。バイバーイ。